8日岐阜県笠松競馬場 3R C 級選抜ダート 1400m 名古屋競馬所属の宮下ひとみ騎手46イコール竹口勝イコールは8日の笠松競馬 3R で一番人気のジェッターに騎乗し直線鮮やかに抜け出して快勝。女性騎手初の地方競馬通算1200勝を成し遂げた。デビュー以来 13,695 戦目の騎乗だった。国内の女性騎手で歴代最多勝利数に騎乗回数や最年長騎乗記録など、国内レコードを更新し続ける、女性の第一人者、二股一つ、新たな前人未到の記録が加わった。まさか1200も勝つことができるなんて不思議な感じがします。皆さんの応援のおかげですね。毎日が楽しいですし、乗れなくなる、年齢、まで頑張りたいです。今後については、調教師など、いろいろ考え、悩み中ですが、怪我の内容頑張っていきたいですね、と区切りの記録に喜びを表現した。